任天堂。現在ではゲームメーカーというイメージが先行するが、本来玩具メーカーであった。任天堂の歴史は過去の動画で何度となく紹介しているため割愛するが、今回のゲームグラフィック TV は、その任天堂の現在も発売されているテレビゲームではない商品たちを紹介していこう。Thanks to all creators. It is the beginning of Game Graphic TV.任天堂はもともとカルタやトランプなどのカードゲームを主力商品として展開してきた。それらの商品は今も発売されており、様々なバリエーションが存在。オーソドックスな図柄のトランプをはじめ、自社のキャラクターをあしらったものまで様々なトランプを発売している。任天堂トランプコレクションナップシリーズは、オーソドックスな図柄のトランプ。ナップ600、ナップ800、ナップ1000の3シリーズが存在。さらに、それぞれのシリーズに図柄のバリエーションが存在し、15種類の絵柄が存在する。なお、ナップの後ろにつく番号はトランプの価格を示している。ゲーグラファーにはご存知の通り、現在流通するトランプの多くが採用する、プラスチックトランプは、任天堂が1953年に日本で初めて発売。その後、様々なメーカーが採用した。任天堂はまさにプラスチックトランプのパイオニアである。ナップシリーズは、その他にマリオ、ゼルダ、星のカービィ、ポケットモンスターと、任天堂を代表するゲームのキャラをあしらったバリエーションも存在している。トランプと並ぶ任天堂のプレイングカードの代表が花札である。日本で花札といえば、任天堂と未だに言われ続けるほど、花札販売ではトップシェアを守り続けている。もともと任天堂はこの花札を販売するために作られた会社であり、任天堂最古の商品と言える。今から100年以上前、1889年に登場以来、未だに生産が続く超ロングセラー商品である。花札もいくつかバリエーションが存在しており、その中でも抜群の知名度を誇るのが大統領である。現在では様々なメーカーが花札を販売しているが、大体花札を所有している人はこの大統領であることが多い。中には任天堂製であることを知らずに持っている人までいる。それほどまで浸透した名ブランドである。他にも、丸福天狗、都の花などバリエーションが存在。百人一首もまた任天堂の主力商品といえ、様々なバリエーションが存在する。1500円から最も高いもので3万円という高額商品まで存在。面白いところでは競技専用モデルというものまである。ゲームグラフィック TV。任天堂はカードゲームだけでなく、ボードゲームにも力を入れているメーカーである。麻雀、将棋、囲碁が存在。麻雀はヤクマンというブランドで発売されており、これは後に任天堂が発売するテレビゲーム用の麻雀ゲームにも一部採用されたブランドである。1964年に初登場以来、様々なバリエーションを展開してきた。一時期、ラインナップから麻雀牌が消え、
任天堂に全く麻雀牌が存在しない時期も存在するが、2013年に薬満鳳凰として復活。久しぶりに任天堂に麻雀牌が帰ってきた。あくまで麻雀牌のみの販売で、残卓は発売していないのだが、薬満マットという麻雀用のシートは1964年以来発売を続けている。価格は、任天堂の主力商品である 3DSLL と同価格帯の税別1万8000円である。将棋は、駒の他に将棋盤、駒台などオプション品も含め数多くの商品を展開。最も高いもので、将棋盤、足つき、カツラ50号松というものが税別6万4000円で発売されている。コマもプラスチック製の1000円のものから1万8000円まで9種類用意されている。将棋とともにやたらと気合が入っているのが囲碁である。前社長、山内博士の趣味としても任天堂ファンには知られており、山内に勝てる思考ルーチンを開発できなければ、任天堂からは囲碁ゲームが出せないという伝説が存在するほど、山内任天堂と囲碁は切っても切れない存在であった。そんな山内のこだわりが前面に押し出された任天堂の囲碁シリーズは、5番だけで16種類も存在する充実ぶりで、足つき、進化や60号松は、任天堂の全ての商品の中でも最高額となる税別13万3000円。碁石は3種類。碁石を入れる器である碁器も2500円から2万1000円までの7種類用意するこだわりようである。こうして任天堂のテレビゲーム以外の商品を見ていると、やはり任天堂は遊び全てを網羅するメーカーなのだと頷かせられる。しかもこれらの商品のほとんどがその業界でトップシェアを保っているというのだから恐れいる。一部の商品はコンビニなどでも売られており、手軽に入手できる。たまにはテレビゲームではなく、これらの遊戯を楽しんでみるのも面白いのではないだろうか。